西村千次は岩手県出身の実業家。小岩金網株式会社の会長で、日本中央競馬会地方競馬全国協会に登録されている場所である。主に JRA と南関東競馬、岩手競馬、米国に所有馬を置いている。冠名は、欧州、合算、グリーンヒルなど、岩手県平泉町出身。1961年に、 平泉中学校を卒業後、杖金網に入社。1968年小岩金網製作所を創業。1970年小岩金網株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。同社の拡大とともに、出身地である岩手に、同社の工場や支店を構え、岩手県の地域経済に貢献。現在は、同社の会長のほか。 関連会社である、ジャパンネットトレーディング株式、会社代表取締役社長、小岩運輸株式会社代表取締役会長、平泉観光大使、欧州大使、在京岩手産業人会常任幹事、ふるさと平泉会会長、日本、金網団体連合会顧問、ユニチョウふるさと大使。競馬に造形が深く、馬種として、数多くの馬を所有。 岩手競馬に外国産の馬を入球させるなどして、それらの馬が JRA や全国の舞台で活躍するなど、岩手競馬の発展に貢献してきた。近年は国内だけではなく、米国にも競争馬を所有しており、2006年12月17日に、米国ハリウッドパーク競馬場で現地所有馬のロマンスイズ・ディアーネが2歳、G1 レースのハリウッドスターレット・ステークスを制し、 米国の G1 ホースとなった。ありがとうございます。